続ける明日は大垣の街へお前はお魂よりちゃんと
週末に僕は彼女とドライブに出かけた。遠く街を逃れて浜辺に寝転んで、彼女の作ったサンドイッチを食べ、ビールを飲み、水平線や夜空を眺めて僕らいろんな話をした。彼女は彼女の勤めてる会社の嫌な上役のことや、先週読んだサリンジャーの短編小説のことを話し、僕は今度買おうと思ってる新車のことや二人の将来のことを話した。そして誰もいない静かな海を二人で泳いだ。明くる日、僕は吐き気がして目が覚めた。彼女も気分が悪いと言い始めた。それで僕らは朝食を取らず浜辺を歩くことにした。そしてそこでとても奇妙な情景に出会った。数えきれないほどの魚が波打ち際に打ち上げられてた。この時代を伝えたい。どんな風に人が夢をつないできたか。